この辺の影響というのはいかがでしょうか。影響はある程度あると思いますね。まあ、今日の暑さ、まあ、暑さが2時3分にキックオフがされました。まず阿部海斗が長いボールを前線に放り込んでいきます。ヘディングで跳ね返した伊藤です。こう怪我しまったことは岡山にとっては非常に痛いと思いますけれども、はい、ただまあ変わって入った阿部選手、若い選手ですけれども、非常に上条のシュート、ファーストシュートちょっと遠めから打っていきました。上条さとき裏のボール、さあここは右サイド一つ追いついていきました川本。ここにはチャンミングが出ています。さあ右から上条入ってきてグラウンダー通していこうというところ、セカンドボール引きだ。ちょっとボールの行方を見失いました。でサウダーニアに収めていきます。井上が対処、しかしこのボール右拾った、チャンス。さあサウダーニア、右サイドには船山いますが自分で行く、さらに自分で行く、シュートへ来ました。ここで取りました、サウダーニャ J 初ゴール、そして福アリ初ゴール。まあ、この推進力とゴールへの意識、このボールを引きながら引き取って川本、左足打ってきた、決まった、すぐに追いつきました。今日も決めました川本里央、町田戦に続く同点ゴール、ものすごいレンジ。いや、すごいシュートでしたね。前節からの流れを組んでるなという気がしますよね。ここでシュートを振り切れるのはなかなか自信がないとできないと思いますし、左からしばらく運んでいってグランダーで岡野が前に残っています。そして中央入ってきてサウダーニアスルー、船山クロス中央だ、ヘッド、セカンドボール、キーシュート決まった、小田のシュート、取り合いの展開。そして今シーズン初めて複数得点取りました、ジェフユナイテッド千葉。非常に迫力のある攻撃でしたね。でここでこぼれ球、小田選手最後シュートを打つところ、クリアをしたい千葉ですが、ここでクリアに成功。そしてクリアをした瞬間に前半の終了の笛です。まあ、中でファールがあったのではないかというふうなアピールを鈴木大輔しています。今千葉ボールで後半のキックオフがされました。長いボール大月をめがけて蹴っていきます。伊藤が上がってきました。伊藤のクロス、千代田シュートへ、大月が中飛び込んでいましたが左流れていきます。小田大輔はこのボールをもう一度拾って、小田えぐった、勝負、倒れますがここは PK、小田の仕掛けで PK 取りました。冷静に決めました。千葉にとっては大きな大きな3点目。落ち着いてきましたね船山選手。まあ、ゴールキーパーの動きもよく見ながらゴールの隅に流し込む。高橋一生、右サイドがフリーですがその安田を使っていく。さあここは徳本が突きに行った、勝負に行った、抜いた、安田折り返し、ブアリがシュート、押し込んだ、ゴール前よく待ってました。千葉今日は4点。まあ、ここはシュートを狙っていったと思いますけれども、まあ、ここまで詰めていることでこのシュートも生まれると思いますし、まあ、最後プッシュして縦につけた白井、今度は左のサイドチェンジパスから下口のクロス、ヘッド、セカンドボール、シュートを決めた。岡山1点返しました。引田優斗のシュート、いや見事なゴールでしたね。これ、まあ、今の宮崎選手のところからです、早く低くて速いボール、いいボール上がりましたね。まあ、そして最後状態にしてましたよね、なるところは。そしてこの瞬間に試合終了の笛、今シーズン初めてホーム福田電子アリーナのサポーターの前でジェフユナイテッド千葉勝ち点3を積み上げます。